前髪がとっても不調です。今日は生写真だったけど、2月3月ぐらいまで使われる生写真だけど、めちゃめちゃ前髪が不調でした。わあ、かわいいペンギンが来た。渋田さん、ありがとう。見て、めっちゃかわいい。マシュマロ焼いてるのかな。マシュマロ食べたい。ね、寒いよね。寒すぎてびっくりしたもん、今日。なんか全然寒くなくてさ、最近。もうコートとか着れないじゃんって思ってさ、違うなんか薄い上着着てったらめっちゃ寒くてびっくりした。昨日はあんな暖かかったのに。昨日なんてまで上着着てなかったですよ、暑くて。なのに急に上着着て、ま、着てもう寒いぐらい寒くなっちゃってびっくりだよ。マリアさん、めっちゃ大事に使ってたさ、ホットビューラーがなくなっちゃってさ、悲しい。買わなきゃ。ママってさ、早く着くんだっけ？え？アマゾン。ああ、そうだね、ママ。これ送るから買っといて、じゃあ。入ってないのよ。ここのところ踊りまくってたし、筋肉痛やばそう。筋肉痛はないんだけど、普通に疲れてる。あ、でも明日のお昼には届かない。無理だよ。うーん、最も早くて3日だって。うーん、あー、そっか。誰か持ってない？ユエルが持ってるから、ユエルに借りよう。サンプレで同じやつをユエルに送ったんですよ。ユエルがホットビューラーを、マリアがなんかメイクさんが使ってるホットビューラーがあって、それがアマゾンとかネットでしか買えなくて、それをマリア買って使ってたら、ユエルが「え、それ買ったの？」って言って。言ってユエルにね、よく貸してたんですよ。だからタンプレであげたらすごい喜んでたので、あの明日か明後日ユエルに会うので、その時メイクする時は逆にユエルにちょっと貸してもらおうと思います。今日だからそう、ビューラーしかしてない。ホットビューラーがなくて、生写だったのに。そう、マリア、昨日もそうなんだけど、今日も早起きで、昨日も早起きで、なんかライブ終わってからずっと早起きで眠たい。まつげ美容液何使ってるの？まつげ美容液使ってないんですよ。一回なんか前髪切るときに一緒にまつげ切っちゃった時があって、その時はなんかマジョリカマジョルカのやつ使ってました。ビエルさん、目撃者公演めっちゃ似合いそうじゃない？ね、似合いそう。ここ店はその公演を決める会議の時に花ちゃんにいてほしいって言われて、一緒に公演、あの新しい公演を決めたので、若干マリアも関わらせていただきました。てかライブしたのが嘘みたい。
そう、ゆきちゃんもここ点いいんじゃないって言ってくれてて、ここ点に決まりましたってゆきちゃんに伝えたら、やりたいって言ってたんで、卒業なしにしたらやれますよって言っといた。継承感動した。本当よかった。でもさ、継承ブロックっていう、瀬戸利が来た時にさ、名前が書いてあってさ、継承ブロックに。マリア、継承されてたんだっていう。マリア、継承されてたのって、今からされると思ってたと思ってたんだけど。だからびっくりしました、最初はちょっと。そうそう、ゆきちゃんからされる側だとマリアは思ってたので。だからダンスの先生とかにも、そうじゃないのって言われて、ねえみたいな、私継承されてたんですねみたいな。なんか本当に卒業するみたいになっちゃってびっくりしました。その詳しいことは私も知らないので、どう決めたのかとかは。なんで本当に一瞬、あれ私卒業発表したっけって。しかもその演出がさ、途中手つないでずっと歌ってるから、なんか本当になんか自分自身でもいい顔とかしちゃって、卒業するあれ私卒業するのかって思いながらやってた。しないですよ。豊永さん継承される側なのに、同期のマッピーは継承する側なの面白いね。ね、それもそうだよね。なんかちょっとね、難しかったですよね。まあでも卒業はしないので安心してください自分の口から一応言っときますね。ダブルアンコールで B さんにマリアなかったし、ああそうやね、それもそうだったね。それでも卒業フラグ立っちゃってるもんね。マリア28日の公演、卒業フラグ立ちまくりなんですよ。なんか28のダブルアンコールで10代のメンバーで B さんをしたんですけど、あの、私ちょっと歴が長いかったみたいで選ばれませんでした。10代なのに、同い年のメンバーはいるのに。マジ普通にショックだったけどね、最初。あれマリア入るタイミング間違えたみたいな。なんか入るタイミングを間違えたって言われてるような感じがしちゃってさ、なんで私いないのってなったけど、まあ8年目はもうね、ベテランになってしまうんだろうね。でユエルがマリアの衣装を着てくれました。いや、そうそう、小学生で入ったメンバーってそうなっちゃうからさ、ユイナとかさ、みんなにはね、悲しい思いをさせてほしくないですね。てかシアターの女神めっちゃ感動したんだけど。
マリアちゃん探してもどこにもおらんくて、袖見たらリナちゃんと手つないで楽しそうにしてた。そうよ、リナちゃんと手つないで楽しそうに見てました。めっちゃ急にリノちゃんと仲良くなったもんな最近。エミリーさんとかもそうやけど、ね、シアター感動した。リコちゃんとユキちゃんどっちの曲出るんやろうと思ったら両方いて安心した。マリアもうできることなら4人の全部出たかったけどね。リノちゃん乗りついていける。リノちゃんってマジ面白いよね。なんかでもグイグイ喋ってくれるからめっちゃ楽です。全員卒業公演っていうのはマーさんぐらいなんかな。小田ちゃんもかな。小田ちゃんリセット出ないのか。出るよね。小田ちゃんと二人じゃないかな。やっぱ帰り道同じ椅子なんで。おもろいよね、帰り道同じ椅子って。やばくない？あ、そう、ニコ生でさ、最後の MC の卒業メンバーブロックの MC で、リコちゃんとさ、小田さん警報出ない。小田ちゃん警報出るよ。どう？ MC した時にさ、気づいたらみんな帰り道同じ、帰り道同じ図でさ、本当に卒業しちゃったら小田ちゃんとマリアぐらいしか残んないよ、帰り道同じ。この前何人かでご飯行って、それこそ帰り道同じなんだけど、そのニコ生のゆきちゃんとリコちゃんとソノちゃんとハトちゃんとエミリーさんと小田ちゃんとご飯行ったんですけど、もう半数以上卒業するメンバーで、どんどん帰り道同じ椅子がいなくなってくっていう話しました。絶対それがね、なんか本当に帰り道一緒っていうのですごい仲が深まった。公演終わり毎回ご飯行ってたもんね、まりゆきちゃんとりこちゃんとさ。でまあ帰り道が寂しくなったら呼んだら多分ご飯来てくれるのですぐ呼びますけど。だから名前面白いよね。帰り道同じだって。めっちゃじわじわするよね。めっちゃこのカチューシャ痛い。痛い、こめかみが痛い。なんかすごい癖ついてるし、ここ。あ、いいや、後でやる、これ。
ああ、三つ編みがどんどん崩れていく。ワンピ着てるの、ワンピースではセットアップ着てます今。今日のお写真三つ編みしてた。いや三つ編みしてなくて高いツインテールしてたんだけど、高くはないか、ツインテールしてたんだけど、あのネタが崩れちゃったので、で巻いてたのもあったんだけど、巻きもなんか変に取れてちょっと汚くなっちゃったから三つ編みにして隠した。チェンオブラブの時配信ではハルタン映ってて、ねえ思った、タンタンさん映ってるの知らなくてさ、普通にエゴサしたらタンタンさんのスクショ出てきてびっくりした。6期生 MC にマーさんいたのすごく良かった。あの MC 本当はユキちゃんと6期生だったんだけど、ユキちゃんにちょマリアいてーって言われてなんかいました。私何もしてないけどいていいですか、何も知らないけどみたいな感じで。ユキちゃんの弟子としていました。ね、レイヤちゃんとの身長差すごいよね。安心感ってよかった、よかった。まあ、結構さ HKD でノリで決まること多いもんね。あのさ卒業ブロックのさ、その時さみんなさセンターが卒業するメンバーが新しい衣装着てたじゃないですか。もうそれがさみんな可愛すぎてさ普通に泣いたり、あの時まで。普通にボロボロ泣いてた。 C26 日の対決ブロックの思い出のほとんど対決でも泣きました。エミリーさんのやつ時とゆきちゃんの時。みんな衣装可愛くてさすごかったよね。ねえゆきちゃんの衣装キラキラでさ、タラタンってさこうやってチャンチャチャンチャチャンってやったらゆきちゃんがバーって出てきてさ、もうそれだけでゆきちゃん可愛すぎて泣きそうだった。夜は泣いたんだけどね。夜はなんかさゆきちゃんが感想でありがたいお言葉をみたいな演出があってさ、普通に感動した。てか本当にもうすぐリコちゃんの卒業公演なの、信じられない。そう、歌わりゆきちゃん考えてくれたらしくてさ、すごい嬉しかった。しかもだってメール抽選ってもともとさゆきちゃんが歌ってたとこだよね。継承されました。そこでゆきちゃんに継承されました。私密かにそこでも継承ブロックがあったんですね。今回のコンサート出番多かったから衣装替えとか大変だったんじゃない？マジですごい大変だったのよ。なんか
MC も出てたしみたいな感じで、しかも履ける場所と着替える場所が全然違くて、一回履けてこっちまでバーって走って着替えて出るのこっちがバーってこっちまで走るみたいなのがあって、シアターの女神の時まだ走こっちまでこっちのステージまでこっちを出る場所まで走ってない、裏走った時にあのもう急ランプがついちゃったみたいで、それでは次の楽曲行きましょうみたいな、ちょっとやばいやもうやばいやばいってここバーって裏走って、そのままチャ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 ンチャンチャンって出たんだけど、めっちゃ疲れた。マジでもう終わっちゃう、終わりかと思った。マリアまだたどり着いてないと思って、うわーって走ってそのままチャ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 ンチャンチャンチャチャンチャンってやってたけど、もう心臓バクバクだし走ったからもうめちゃめちゃ疲れてました。めっちゃ焦った。久々にあんなに撮った、あ、撮ってない、走った。会いたくて嫌になるの黒衣装似合っとって、会いたくて嫌になるもゆきちゃんのポジションのゆきちゃんの衣装でした。そこでも継承されました。全部継承につなげていくっていう、ね、シアターの女神さ、いい写真がいっぱいでさ、カメ子さんのいっぱい保存しちゃった。これとか、これも素敵。昨日肉の日だったけど、マリアちゃんすき焼きかしゃぶしゃぶどっちが好きですか？しゃぶしゃぶの出汁をすき焼きにして食べるのが一番好きです。なんかさ、野蛮でさ、野蛮のサビでマリアと花ちゃんだけさ、なんかフロアのダンスしたの分かります？下から起き上がるっていうやつ。あれがさ、すごい難しくてさ、一生一人でレッスン場に行った時にこもってやってたんですよ。それをずっと一人で動画に撮るっていう、あるかな、どうか、もう永遠に永遠にやってる動画です。ずっと頑張ってるの、ほら、あー、まだまだだなとか言うんで一人で。これで本当は起き上がるときグッてやんなきゃいけないんだけど、疲れるから一生一生やってんの。すごくない？これをずっとやってて、めっちゃ緊張した本番だから、起き上がれるかなって思いながら、このこういう動画が5本ぐらい今ある。一番上手にできたやつどれだろう。これとかうまくいってる。ちょっと起き上がり方は違うけど、うえいい感じやね。この時何回か入れすぎて、滑る時があったのよ。
これでもう立ち上がれなくなって諦めるっていう動画もある。顔死んでる。顔めっちゃ死んでんだけど。そう、前体柔らかくないからめっちゃ大変で、もうこうやって膝で回るのすらもう疲れちゃってできなくて、なんかただただじわって顔死んでる。動画止めてるのめっちゃおもろいんだけど。頑張ってる。これしかも夜の9時ぐらいにやってるわ。これヤバンは初めてマリア立ち位置書いたんですよ。めっちゃ緊張ってか、めっちゃ難しかった立ち位置書くの。リハの時ね、すっごいね滑ったんですよ。そのスタッフさんがいるリハがあったんですけど、スタッフさんの前ででっかい会場とかレッスン場で、もうちょっとレッスン場よりでっかいとこでやるっていうやつがあったんだけど、その時めっちゃ滑ったの。やばい、ちょっと光飛びそうだ。めっちゃ滑るから見て、マリア。ほら。本番こうなったらどうしようって、マリア。この映像で見たらそんな滑ってないように見えるじゃん。でも思ったより、自分の体感的にはすごい滑って、このまま吐けちゃうんじゃないかぐらいの感じで滑ったと思ってたんだけど、こうやって見たらそんな滑ってなかった。ほら、めっちゃ滑ってる。で、この後めっちゃうまく立ててる、ほら。思ったより滑ってなかった。まあ、なんか結構この片膝でツーっていっぱい滑っちゃったと思ったんだけど、あんま滑ってなかったわ。会場はね、滑らなかった、全然。だからやりやすかった。やっぱレッスン場とかのさ、床って体育館みたいな床だから滑るけど、本当になんか結構な時間滑っちゃったと思ってた。そんな滑ってなかった。ウザも大変だったね。ウザはさ、ダンス対決というよりさ、揃える対決だったから、本当に細かい場所まで揃えたけど、やっぱ鏡がないとさ難しいなって思った。イントロですごい難しい時があるの、ウザの時。このサビ、イントロの二回し目のジャン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 ウチャウチャウチャのとこが、タイミングがそのワンツーじゃなくてワンエイトエンシエンのさ、エンカウントだったの。それを取るのが難しくて、ずれちゃってたの。だからまで本番もずっとジャーン、はい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 って言いながら本番やってました。多分聞こえてないと思うけど、みんなにはずっとはいはいって言って、そのはいで酸欠になりそうだと思うね。はいはいはいって言って、そうカウントしてました。ねえ、サミミロックも眠かったね。お前何時から始めたっけ ?19 時か。まだ大丈夫だ。めっちゃリズム取ってました、自分で。あいあいあいって。ウサが本当に前苦手な振り付けでさ、大変やった。
意外とこの期間そんな動画保存してないの。そういえばなおちゃんに会えたんですよ、久々に。めっちゃ白飛びしてる。あ、すごい暗かった逆に。幸せそうな顔してる。あ、そうそう、うざさ、リットちゃんミーティングの振り付けのイメージあるよね、わかる。本家初めて踊りましたもん。なおちゃん以外にもいろんなメンバーと会いました。26日の楽屋が1期生さん2期生さんにドラ2だったの。だから嬉しかっためっちゃ子供みたいな言い方しちゃった。だから嬉しかった。サマステみたいだった。人数がさ少ないからさ、みんな1期生さんも2期生さんもドラにもだから、その一つの楽屋に 3組集まりました。わ、これ温泉かな。カピバラ、みそらちゃん、びっくり、ありがとう、かわいいね。いいね、温泉いいね、温泉行きたいね。まあさ、もうすぐ先輩が数えたら10番目ぐらいになるんかな。そんなに？やば。カメコの通例が写真アップしたら即位についてすごいって感動してた。だって気になっちゃってめっちゃ結構な頻度でエゴサしてたもん、マリア。最近ツイッターとかその携帯が不調なんだよね。すぐ強制終了させられちゃう。鼻がムズムズする。7日の制服の名公演行くよを待ってますね。やば、7日にはもうリコちゃんがいないし、ユキちゃんもあとちょっと。しかもね、最後のパジャドラ出れないから寂しい。ユキちゃんの最後のパジャドラ。マーサーのココテンユニット何かな、なんだろうね。でもやっぱさ、ココテンってさ、すごいいろんなユニットあるじゃん。え、何かな。そう、しかもソムちゃんと同じさポジションだから、ソノちゃんの最後のパジャドラには出れないと思うと寂しい。そう、今回は公演名バラす心配ないの。嬉しい、だから発表されて。
マリア隠さず生きていけるんだと思ったら嬉しい。前みたいに変になんかちょっと禁止条例のリハやってったよっていうメール送んなくて済む。まだね、何も来てないのでユニットとかも。でも徐々に覚えていきたいね。衣装も可愛いですもんね、ココテン。全部覚えるのどうですかね。でも禁止条例は多分もう残りわずかなので、ユニットがシャッフルとかしていくと思うので楽しみにしといてください。禁止条例もなんだかんだ3つにてやってるよね。そうなんよね、ツンデレとね、ハート型やってるから。はじめはピンタカーな感じ。そう、あと黒い天使と恋愛禁止条例だけ、かっこいい曲だけできてないですね。そう、ココテンは NMB さんの公演です。そう、 NMB さんでしかココテンをやったことなかったので、初めて違うグループがやるので本当に頑張んなきゃなと思います。誰かが遊びの誘い、まあさ、なんだかんだでココテンのユニット2ヶ月ぐらいで制覇しそう。でも今回も固定するんじゃないかな、禁止条例みたいに。最初はそう、 K4 も H もぴったり16人です。今はクエキちゃんにも助っ人あるんかな、どうなんですかね。ユエルの生誕とか出たいけどね。アオイちゃん7月卒業の、アオイちゃんまだ未定ですよ。夏しかまだ決まってない。K4 は2人減るのが決まってるというのはまた切ない。2人決まってるんだっけ。1人か、びっくりした。H1 人と K4 1人ですもんね。
ねえ、リトちゃんどうなるんですかね。愛しさのアクセルしてる豊永さんがもう見えるんですが、わかる。今すごい想像できた。声が遅れて聞こえる？マジか。一旦止めるか。更新してきてね。どうだどうだ。チャオブラブ良かったよ。チャオブラブって本当にさ、いい曲すぎてさ、普通になんかうるうるした、感動しちゃったね。 R24 とかもやりたかった。リコちゃんが卒業する人数が合わなかったのかな。首が痛い。今日ずっと眠たいな。今日まですごい寝てるよね。すごい寝てるのにすごい眠たい。まあ早起きだったってのもあるけど、帰ってきてから2回ぐらい寝たんだけど、寝てご飯食べてまた寝て。明日からまたいろいろあるので、ね、明日から12月ってやばいね。最近さ、寝るとめっちゃ汗かいてるのよ。まあ、もこもこにもこもこでもこもこいっぱい寝てるってのもあるんだけど、やっぱり大きなライブは始まる前より終わった後もそいつしんどいよね。そうやん、なんかね、結構リハとか公演とかが詰まってたから、もうどの疲れなのかが分かってないっていうね。この疲れは何日の疲れだみたいな。歯の矯正の歯医者も行かなきゃ。予約いつ行けるかな。これ予約しとかないとね、歯医者。すっかり忘れてた、歯医者の予約。12月3日ビビちゃんの誕生日だね。会えそう、会いたいけどね、会えないかな。LINE しとくわ、ビビアンに。そのビビラインはでもね、よく動くよ。そのビビライン、ツアー始まる前に花ちゃんと2人でツーショットとか送って、始まるよとか送ってます。最近なんかのリハ終わったよとか、
それビビアンに送ってたんですね。終わったって、終わったよって。はなちゃんにはこれ送られてた。ご飯食べてるマンかわいいってビビアンかな。あと見てくれたみたい、ビビアンが28も26も。最近花ちゃんツイートやみよりマリアとのツーショットたくさんだよね。だって花ちゃんとずっといるもんね、マリア。マジで花ちゃんとずっといるわ。公演回数最多狙ってる？もともと狙ってるわけじゃなかったんですけど、まあ、ここまで来たら狙おうかな。ドラミちゃんマンションに引っ越したいなって思いますね。もう花割りハウス作ろう。だから花ちゃんのウォークインクローゼットでかいんで、花ちゃん家のウォークインクローゼットに住ませてもらおうかな、マリア。ね、100難しい、厳しそうだよね。行きたかったけどね、600回。また新年明けぐらいに600回になるかな、年明け。すいません、めっちゃ今 LINE してる。そう、マリアさ、ネイルしてからさ、ほぼ爪で打ってるんだよね、文字。こうやってやるときさ、こうやってなんかさ、ほぼ爪で文字打ってる私。爪をさ、もう何回も連続でネイルしてるからさ、休ませなきゃって思うんだけどさ、やりたい爪が見つかっちゃって、また今度この爪が終わったら一旦爪休ませようっていうので、もう5回ぐらい爪ネイルやってる。自分ラインめっちゃ未読してしまう。ダメよ、未読は。ペディキュアはしない、ペディキュアしてないですね。NAB オタです。ここ転してくるの嬉しいです。だって。わー、ありがとうございます。めちゃめちゃいい声なので、頑張ります。マリアすぐ LINE 返すもんな。おかしょ。ブラックフライデーなんか買った？ファンデーション買いました。いつも使ってるファンデーションがなくなったので。あと今ホットビューラー買った。
マリア、ココテン見たことあるの？ココテンはないかな？見たことあるっけ？ NMB 劇場は行ったことあるんですけど、ココテンでもなかった気がする。いや、ココテンだったのかな。でも劇場は見たことあります。でも普通に配信とかで一回見たことあります。私で公演決めるときにもしっかり見たし、NMB 劇場行った時は何してたんだろう。あれ何年ぐらいに行ったんだろう。あれ何年ぐらいに行ったん、マリア、大阪。あ、うん、パパと。え、パパと大阪行ったの？劇場公演行ったよ。見たもん、マリア。ミルキーさんと山田奈々さん見た。覚えてる。出張じゃない、出張じゃない。ココテン前の N ちゃん、そうかな。1月とか2月の写真見返してたら、マリアちゃんめちゃくちゃ幼くて短期間でめちゃくちゃ大人っぽくなったよね。そうなのかな。今日コンタクトがちっちゃくて目がいつもちっちゃい。ツイントパーズです。さしこちゃんの新色のツイントパーズ今してます。めっちゃ可愛い。ゲートトパーズが好きだからツイントパーズもめっちゃ好き。配信は8時までします。この後はとある配信に出るかもです。トーコのなんだらら、トーコの誰の配信でしょうか。インスタライブですか？いいえ、ショールームだと思います。ショールームかな、多分ショールームだと思う。ちょ、見てみよう。ショールームでした。コラボじゃないです。9時半頃かな。ぜひ見てください。ということで、生火タイムスタート。よしひろさん、クーラー、ともはん、あすか、だいくん、ジジ、ビタミンチクワ、チカ、ユウ、伊勢ヒューガ、フミヤ、トール、ノリゾウ、セマルシカ、ナオくん、今どき、テリー、ポキポキポッキー、カンちゃん、ミソラ、ミサドン、ポテちゃん、終了。13位、矢野さん、12位、ショウちゃん、11位、ヨシヒロさん、かゆい。10位神崎正和さん、9位大君、8位伊勢ヒューガさん、7位香港とテリーさん、6位ひかりちゃん、5位アスカさん、4位ポテチーさん、3位ゆうちゃん、2位みそらちゃん、1位渋田さん。ありがとうございます。カピバラもマシュマロもありがとう。その他もギフト送ってくれた方や星投げしてくれた方もありがとうございます。ということで、誰の配信に出るか
お楽しみに見てくれてありがとうございました。またねー。